突然ですが DIY 初期に企画をしていて、また今度でいいかと思っていた DIY、 それは玄関靴箱に立てかけてありました。やればできる、こんなんでできるんです。ホームセンターチューンで40ミリのコーナーガードでリップを作って、それを改良してツヤツヤモールを思いつき、1年ぐらいツヤツヤモールも剥がれずに現役です。1年前サイドステップも同様につけていましたが、パーキングの上がる板でぐにゃり、毎回ぐにゃってなるんで外しました。サイド汎用カナード45センチをこちらをつけてから1年ぐらいになりますが、なんか物足りない、厚み13ミリぐらい、なんかいいのないかなと玄関靴箱にあるのを思い出して、 ABS モール3号、こちら幅26ミリ、高さ13ミリでした。電気配線用の ABS モール、1メーター330円、私は1450ミリの長さに使用するんで、1メーターを分割で1メートルを3本使って取り付けしました。2メートルも売っているんで、私のようにこのサイドカナードがない場合は2メートル2本でいいと思います。ということで高さいい感じ、斜めにカットします。10センチぐらいの長さで斜めにカットしました。床がプラスチックの粉だらけになってしまいました。なんか床に行かないと怒られますよ。アリンコがいっぱいいるみたいですね。掃除機かけたらいいんです。そのために掃除機はあるんだと思います。樹脂にツヤをつけたくて、お家にあったコンポ、あ、こぼしてしまいました。拭いたらいいんです。ツヤをつけたくて磨けばツヤありに早変わり、3つコンパウンドを試すことにしました。こちらはヘッドライト用、そしてこちらはピカールで磨いてみました。そしてこちらが先ほどのミクロンのコンパウンド、こちらは素地のまま傷だらけです。どれで磨いてもツヤありました。磨けば磨くほどツヤが出ます。新幹線を見ててこのツヤツヤモール思いつきました。新幹線のようにツヤツヤになりました。ビューンですね。ツヤツヤミクロンで磨くことにしました。寸法を合わせてカット。こちらはまっすぐに切らないと見えるところなんで、綺麗に切ることにしましたよ。ジョイントはこのように重ねることにしました。パチッとな、しっかりジョイントできました。裏はしっかりとシリコンオフで両面テープがつくようにゴシゴシと綺麗に拭き取ることにしました。そして前から合わします。前を1、飛び出し具合を調整しながら位置を決めて基準作りました。そして一気に貼っていきます。100均の両面テープを剥がして、このように
位置を決めました。まあまあですね、いい感じ、言わないとわからないぐらいな、さりげなく13ミリダウンすることができました。1メートル3本を使って両面テープ3個、材料代はだいたい1300円ぐらい、サイドカナードは2000円ぐらい。 DIY する時間を楽しむ、それがワクワクワークレッシング。最後までご視聴ありがとうございました。ヒップとサイドの高さラインを統一することができました。ツヤも出すことができて、ブラックボディのツヤに合ったサイドモールが取り付けることができました。見た目違ったワーク、さりげなく13ミリローダウン、よければグッドボタン、よければチャンネル登録をよろしくー。